はい、今回はですね、バッテリーの急べりですね。急にガガーンと70、80あったのに急に30とか5とか一気に下がった時とかね、あると思いますけどもね。一応状態を確認するのバッテリーの iPhone のね、設定のバッテリー状態。83% であります。最大容量。これよく言われるんですけどもね。これ僕中古で iPhone7 買ったんです。買った時 87% でしたね。まあ新品の時に比較した場合にバッテリーの容量の基準ですね。これ低下してくると、やっぱりバッテリーの消耗が近いですよっていうことなんでね。でもまだ 83% なんでね。まだ使えるじゃないかと。で、これ昨日のちょっとバッテリーの残高のとこ見てもらいたいんですが、急にこうガガーンと、さ、今日はこう安定してるんですけどもね、下がるところがあります。まあ赤いところは、これはね、徐々になくなってきたところなんですけどもね。で、急べり、急激に減った。まあ寒暖差のもよりますね。北海道なんかは、日中はね、プラス20度、30度とかなって夜0度近くなる時もありますしね、冬なんかは、マイナス20度の世界の日もありますからね。で、外行くともう 5% とかになってしまうなんてこともあると思います。で、そういう時にちょっとね、確認してもらいたいのが、確認と言いますかね、ちょっとやってもらいたいのが、まあリセット再起動っていう処理ですけどもね、電源ボタンを押しながらホームボタン長押しですね。で、 iPhone7、 iPhone8 ぐらいになるとね、ホームボタン長押しできないのでですね、電源と音量ボタンの下ボタンを同時に長押しして10秒ぐらいすると Apple のこうマークが出てくるんでね、そしたらその、再起動ですね。これがまず急べりした場合の一番確認してもらいたいことですね。あとはこう、ちょっとした打開策ですけどもね、画面の表示と明るさ、これのですね、実はこう iPhone7 とかね、 iPhone6S とかもですかね、手にこう手前に傾けるとスリープ、これですね、これ実は結構カバンで持ち歩くときとか、ポケットに入れて持ち歩くときとか、時たまね、電源が入ると思うんですよね。これはやっぱり僕は最初の方解除オンにしてたんですけども、ちょっと減るのがちょっと嫌になってきたんで、これオフにすると結構これね、長持ちするようになりましたね。あとその下のアクセシビリティ、これの動作、あと上の方にね、示唆効果を減らす、これオンにすると、じゃあこれこの状態、これですね、上からこう引っ張り出して、この引き出しみたいな、こう減らす、これ全く見えないですよね。こういうことですね。上からこうちょっと若干こう文字見えますよね。でもオフにすると全く見えない。ね、これをオンにしとくと若干ね、減るスピードが落ちるんでないかということですね。やっぱり一番大きいのがこの3つかな。リセット、再起動とこの2つですね。画面表示の明るさとアクセシビリティ。ぜひともね、この3点。確認していただけたら、バッテリーのね、持ちももう若干良くなるのかなって思いますね。はい、今日はこんな感じでね、バッテリー、この下の方行くとね、バッテリーのところ、何に一番使ってるのかって出てきますね。知ってる方も多いと思いますけど、このホームおよびロック画面、これはやっぱりさっきのね、ところをね、やるとね、この画面の明るさとここの、この手前に向けてスリープ解除、これは結構大きいかなと思っています。
はい、今日はね、このバッテリーがよく減るということでね、見ていただいた、最後までね、ありがとうございます。最後までありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。